トギモチセカンドです。あのね、最近韓国のオーバーアクション特急のパン、ステッカーがついててシールがついてるやつ人気じゃないですか。でね、ちょっとこれパンじゃなくっておまんじゅうが出たんですよ。でね、このちっちゃいのは単純におやつだからパッケージだけオーバーアクション特急かなと思いきやシールついてるんですよ、これにも。これ私食べたんですけど、なかなか美味しいんですね。ずっとね、シールのためにボルンダルのパンばっかり食べてて、ボルンダルいい加減飽きてきたんですよ。だからね、これすごい嬉しいなと思って。一個食べてみますね。でね、これオレンジ色のね、おまんじゅうで、この人参みたいなパッケージになっててね、人参のおまんじゅうみたいな感じかな。なんか多分ね、見た目もこんな風にちょっと切り込みが入っててね、人参をイメージしてます。じゃじゃーん、これがシールです。あ、このやつだ。これはすでに私は持ってるんで開けませんねでもこういう可愛いシールが入ってました。これね、割ってみます。ちょっとね、これわかります？今これちょっとグッと持っただけで、こう指の肩が入った。これすごいね、なんかこう生地がもちもちしてるんですよ。よいしょ。で、中はね、これまさかのね、ちょっと人参色ですね。人参の葉っぱと人参をね、イメージした色合いですね。緑色のあん。これね、でも本当に食べた人参の味じゃないし、中のあんもしっとりしてるし、周りがね、もちもちしたやつ、なんかすごいもちもちして粘土みたいな、言い方悪いけど、私これ結構気に入ってるんですよ。うん、何の味だろう、わかんないでもね、なかなか美味しいです。この生地のもちっと感、うん、よかったね。気になる方はこれね、おまんじゅうのやつもぜひ食べてみてください。スティッカー集める方にはおすすめです。しかもこれパンに比べてね、賞味期限がすごい長いんですよ。あれ多分1週間ぐらいいけるのかな日本とかにお土産に持ち帰る方もね、これ大量買いして帰れますよ。以上、韓国のね、オーバーアクション特急のおまんじゅうでした。